皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。この度ですね、森谷ドラムスクール姫路校開校記念イベントとしまして、入場無料で練習会を行います。なぜこう入場無料でね、こう練習会なんぞを行うかという、ことなんですけども、まあこうね、森谷ドラムスクールを、姫路の皆様に、少しでも知ってもらいたいと、そのきっかけになればなと思いまして、今回はこんなイベントを開催させていただくことになりました。姫路校のね、早川真奈先生とともに、この練習会を進めさせていただこうと思ってます。今回はですね、入場無料、そしてテキスト付き、途中参加 OK という、練習会となっております。で、今回どのような内容で進めていくかということなんですけども、2つの項目でやらせていただきたいと思ってます。で、まず1つ目はですね、音符のタイミングと、手順の練習ということをやらせていただきます。で、音符のタイミング手順というのがどういうことかというと、まあ、例えばタカタカ、タンタカ、タカタンみたいな、そのリズムパターンとかフィルとかのその基本となるその音符と手順っていうのを皆様で、練習をしていきたいと思います。で、まあこれをやることのメリットとしてはですね、例えばそのリズムパターン、まあ、フィルを、まあ、構築するようなね、分析したりとか構築する、ためのきっかけになったりとかですね、まあ、とっさにこのフィルを手を出せるようになったりとか、このフィルの引き出しが増えたりとか、なんかメリットがたくさんあったりするので、そんなことを、皆様と一緒にやらせていただこうと思ってます。そして2つ目はですね、アクセント練習、まあ、ドラムってこう非常に強弱のコントロールが、まあ、非常に大事なんですけども、まあ、その強弱をコントロールするための、まあ、アクセントを使い分ける、練習っていうのを、こちらも皆様と一緒に練習をさせていただきたいと思います。なんと今回のこのテキスト、動画付きとなっております。まあ、家に帰ってもこのテキストを使って練習をしてもらえるように、QR コードの、動画をつけておりますので、ぜひともこのテキストをご活用いただけましたらと思います。2023年2月の3日夜の7時から、8時半まで、たっぷり90分間皆様と一緒に、練習をさせていただきたいと思います。場所はライブハウスのベータさんで行います。ということでですね、姫路の皆様、姫路近郊の皆様、姫路の方だけじゃなくとも、たくさんのご応募お持ちしております。どうか皆様ふるってご参加ください。ということでありがとうございました。